皆さんこんにちは、ともやです。今日はですね、この夏目標にしてた500人っていうね、500人登録の目標がもうすぐってことを発表します。イエイ。今475人の段階で YouTube をね撮ってるんですけど、なんていうのかな、本当にね400いったぐらいから言うてて、この1ヶ月で60人ぐらい登録者が伸びました。本当にねありがとうございます。誰か一人が登録してくれてるおかげで、僕もねモチベーション上がって YouTube を頑張れてるので、本当にねこう大切な視聴者さんですね。僕はこの視聴者さんをね裏切らないように頑張っていきたいと思いますね。本当になんていうのかな、自分がやりたいことのためにやってる行動をね誰かが評価してくれてるって、こんなありがたい話じゃないんで、僕で言うと YouTube を使って自分のビジネスを作って、皆さんに応援されながらね YouTube 活動をしながらビジネスを作って、たくさんのこう夢を追ってる人たちに勇気とかね与えたいなっていう気持ちもありますし、自分自身ね18の時にこうお金に困ったので、お金のことを考えないでいいぐらいお金を稼ぎたいっていうのがね目標ですね。こんなん言うとマルチとかそういった変なビジネスとかね、そういった勧誘が来るんで、そういう話ではないってことを、最初に伝えておきたいですね。例えばこう YouTube 収益であったりとか、服のブランドとかイベントとか、例えばこう企画とかね、そういったものを使って、自分のビジネスをやっていきたいなってことですね。誰かにこう興味を持たれながら応援されながら価値がある、ことを目指していきたいんですよね。トークもそんなに得意ではないんですけど、本当に、気も弱くてね、行動力だけが本当に僕の誇れるところなんですけど、それ以外はこう全くね優れてるものがないので、ちょっとずつちょっとずつねコツコツ頑張っていきたいと思いますんで、応援お願いします。本当に YouTube をねこの 2,3 年結果出なかったので、本を読んだりとか、ちょっとずつ書いて動画を流したりとか、ゴルフやったりとか、いろんなね YouTuber の伸びていく姿を見たりとか、煮卵っていう女の YouTuber がいるんですけど、僕が登録した時は700人だったんですよね。今僕の登録者数が400人かな。で700人で気づいたら1個動画がバズって、気がつかんうちに10万人いってたんで、本当に500から1000の間にねどっかこう飛躍できるポイントがあるのかなっていうのは僕自身踏んでて、この登録者数やから諦めようっていうのはねないんですよね。僕自身どっかでこう上がるポイントは絶対あるなと思ってるんで、それもね信じてやってるんで、それはないですね。ただ25歳までに結果が出んかったらもうやめようかなと、そういっただけの話ですね。なんかね自分自身こうバカにされるのがね怖いっていうのもあるんですけど、なんかこう自分がやりたいことのために応援してくれて幸せやなと思いますね。たまに応援のコメントとかもくれるので、本当にねその方々ありがとうございます。僕自身もねやる気になって頑張れているので、モチベーションが上がっているので、今後もねできれば応援メッセージくれたら嬉しいですね。自分は将来ね成功者になりたいとずっと思ってて、そのためにね20代からやってきてるので、コツコツね、なので、僕自身ね変えなあかんとことか、強化しないといけないとことか、気づいてないけど言ってしまってる失礼なこととかね、そういうのをちょっとずつね減らしていきたいなとは思ってるので、よかったらこうコメントも変えていただいたらね、そういった部分は直していきたいなと思ってますね。ただ25歳までは失敗をしてでもね行動していこうかなと思ってるんで、そのためにこう嫌われたとしても、見守ってほしいっていうのが僕の今思ってることですね。本当に皆さんのね力を借りて今後も頑張っていきたいと思いますんで、400人の時からね500人目指すって言って、今月60人ぐらいの方が登録してくれてるのでね、ありがとうございました。僕自身もうちょっとこう成長してね、皆さんにこれは面白いとか価値があるようなね行動をしていきたいと思いますので、今後も応援よろしくお願いします。そんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントとねグッドボタンよろしくお願いします。そんな感じでバイバイ。